ペトラケリーペトラケリーはドイツの女性の平和活動家で緑の党の政治家。1947年にバイエルン州ギュンツブルクに生まれ、1959年から1970年までアメリカ合衆国に生活し、そこで教育を受けた。マーティン・ルーサー・キングの崇拝者で、1968年の大統領予備選挙では、 ロバート・ケネディとヒューバート・ハンフリーのキャンペーンに参加した。1970年にワシントン DC にあるアメリカン大学の国際関係学部を卒業した。1971年から1983年の間、ベルギーのブリュッセルにある欧州委員会で働きながら、彼女はドイツやその他の国々で数多くの平和活動環境保護キャンペーンに参加している。 ケリーは、1979年、緑の人々、緑の党がドイツで旗揚げした時、その中心的なメンバーの一人として、マスコミの前に姿を現した。1983年から1990年まで、彼女は、旧西ドイツの連邦議会で、緑の党の大議員の一人として活動している。当時の緑の党の政策の願目は次の三点であった。ケリーは、 1982年、軍縮と社会的正義と人権へのエコロジカルと環境保護的な関心を結びつける新たな視点を編み出し、それを具体的な実現へ向けて前進させた項により、ライトライブリフット賞を受賞している。1985年以降、チベット問題に関心を強め、これにかなり深く関わるようになった。1992年、ケリーは睡眠中、 配偶者でドイツ陸軍少佐、緑の党の政治家でもあったゲルト・バスティアンによって射殺された。ゲルトはその直後に自殺している。専門家やケリーの親しい友人は彼女の死は全く予想もつかなかったもので彼女の意図とは無関係と推測している。ケリーの思いやそこに表された政治的なメッセージを活かしていくために1997年、 ペトラケリー財団が設立された。これは、彼女の蔵書や所持品を所蔵している、ハインリヒベル財団の一部であり、ここが1998年以来、人権やエコロジー、非暴力のために優れた業績を挙げた人たちに、ペトラケリー国際賞を贈呈している。ありがとうございます。